はいどうも、リアルバキ兄です。さあさあさあ、今回はですね、ライジン19についてです。いよいよ明日放送ですよね。確かこれテレビでの放送でも決まってるんですよね。ちなみにですね、僕のこのチャンネルはですね、結構筋トレに偏りがちなんですけど、実は筋トレ&格闘技チャンネルです。ということで今日はですね、格闘技の話題の方に入っていきたいと思います。で、ライジン19の今回はですね、注目カードを紹介して、それの勝敗を僕が予想するという形でやっていきたいと思います。そしてですね、今ちょっとパソコン見ながら喋ってるんですけど、まずね、カードの中ではね、一つこれですね、まず小西拓磨選手対広谷選手。これね、本来広谷選手のジムの松倉慎太郎選手が出る予定だったんですけど、確かね、病欠で出れなくなってしまって、それで広谷選手が代打で出ることになったんですけど、これね、体重がね、77キロ契約なんですよ。おそらくですけど、広谷選手65キロぐらいの契約でいつも試合してるので、12キロ差、これ非常に危ないですね。危険なカードですね。小西選手対だから広谷選手、まあ広谷選手のこのね、根性といいますか、これはもう本当にすごいことだと思うんですけど、ちょっと心配なカードですよね。勝敗予想としてはやっぱり小西選手の KO 勝ちだと思います。まあそもそもやっぱり広谷選手、多分練習もね、そこまで準備できてないでしょうし、体重差も12キロあって非常に危険ですよね。ちょっとこれは心配なカードです。そして次なんですけど、僕がですね、一番今回期待しているカードです。白鳥大樹選手対タイガ選手、このカードですね。あ、これはもうかなりこの階級での本当ね、最も見たいカードに近いカードなんじゃないですかね。お互い23歳、いいですね。まあそう、勝敗の予想としては、最近ちょっとタイガ選手が若干ね、ダメージが溜まってきてるのが、ちょっと打たれ弱くなってる感じがするんですよ。そしてちょっとなんか最近動きもちょっと硬い気がします。なんかですね。なのでやっぱりこの前、梅野源氏選手も KO で倒してますし、白鳥選手がこれは KO もしくは判定で勝つんじゃないかと思ってます。 KO で決まる可能性もありますね、これは。まあタイガー選手も多分ガンガン行くと思うんで、まあこれはじゃあ白鳥選手の KO 勝ちというちょっと僕の予想でいきたいと思います。そして次、そうだな、今回グランプリがあるんですよね、ライト級グランプリか。これもね、楽しみですね。あ、ルイス・グスタボ選手、グスタボ選手楽しみですね。確か八千選手に勝ってるんですよね。そして誰だ、ミクル選手に負けてるのかな、確か。グスタボ選手ですね、かなりね、すごいなんですかね、アグレッシブなファイターで僕は結構好きです。グスタボ選手と上迫選手、これはやっぱグスタボ選手でしょうね。はい、そして次、これですね、やっぱり川尻達也選手対パトリック・ピットブル・フレア選手っていうんですかね。この選手ですね、パトリック・ピットブル・フレイレ選手か。これはですね、パトリッキー選手っていうんですかね、今現在何なんだこれは、バリバリのストライカーみたいですね。バリバリのストライカーで連勝してるみたいですね。これは結構危険だな。川尻選手、最近ちょっと打撃への反応がちょっと悪くなってる気がするので、
いやもうこれは気持ちとしてはね川尻選手の判定勝ちでいきたいところなんですけど、これパトリッキー選手の KO 勝ちかな、うん、結構危険な相手だと思います。これはですね、そして次、はい、ですね、サトシ・ソーザ選手対ジョニー・ケース選手、これすごいですね、このカードはバリバリじゃないですか。これね、サトシ・ソーザ選手は一応ね、あのグラップラーという、ね、形になってるんですけど、ここ最近なんか打撃がねすごくね説得力のある打撃を打ち始めてるんで、意外とこれはね、あの打撃で押し切ってソーザ選手が勝つんじゃないかと僕は思ってます。でも判定かな、判定で勝つかな、ソーザ選手は判定勝ちということで。そして次、レナ選手ですね。レナ選手なんか対戦相手が変わったらしいですね、うん、対戦相手が変わったということで。でもレナ選手前回確か視神経を負けしてるから、うん、復帰戦ちょっと倒して勝ってほしいですね。レナ選手はもっとそのタックルのカットとかを覚えて、ミルコ・クロコップ選手みたいですね、ミルコみたいに立ち技をキープしても戦ってほしいですね、うん、そして次、あこれいいな、これも注目カードばっかだなほとんど全部ね紹介してしまってますね。次はね、ハムソシ選手対山本美優選手、あこれ難しいところですね。ハムソシ選手の試合はねこの前初めてね一試合ちょっと見たんですけど、強いですね。あの無駄な動きがありません。目もいいですね、まあ、常にカウンターを狙っているそういう選手ですね。危険ですね、これはですね、まあ、本来なら山本選手の判定勝ちと言いたいところなんですけど、タックルで倒せるのかな。ハムソシ選手結構ね反応がかなり良かったので、うん、いやこれ本当はね美優選手に勝ってもらいたいんですけど、うん、ハムソシ選手の判定勝ちということで、うん、いや本当はただ応援してるのは美優選手です。そしてあ来ましたね、次朝倉海選手対佐々木ウルカ選手、もうこれ注目カードばっかだな。これねこの前朝倉選手ねかあの倒しましたもんね、堀内選手を。そこからウルカ選手、まあ、視点の一角ですよね。これを倒すとかなりねもうなかなか相手がいなくなってくるんじゃないですかね。でもこの一戦は意外と僕はウルカ選手ね打ち合わないんじゃないかと思うんですね、まあ、これ意外とというか、うん、なので甲斐選手は結構苦戦するんじゃないかと思ってます、まあ、でもこれはやっぱり、まあ、打撃である程度優勢にことを進めて甲斐選手の判定勝ちかな、うん、という感じです。僕の一応その注目カードとして挙げた試合はこういう感じですね。皆さんどうでしょうか。せっかくねテレビで地上波で格闘技あるわけなんで、皆さんどんどん盛り上がってね、まあ、楽しんでいきましょう。ということで本日の動画はここまでです。こういうなんか格闘技のね企画というのもちょいちょいねやっていきたいと思うので、うん、ちょっと増やしますよ数を。ということで皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。よければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではさようなら。ういやー、なかなか標的をこの僕の方へ、いいよケツみたいな胸、ケツみたいな胸、いるから生きるため